金、もう正常って聞いたら僕ら田舎も無理ですよ。お金持ちのもうなんていうの、気が引けるもん、正常言うだけで、まあね、もう無理です。うん、田園調布より無理かも、ある意味。なんやろ、響き的に。あ、そう、はい、正常はなんか、正常はもうダメやな。でも正常石井はよく買い物行きますよ。今もう、イケイケですからね、正常石井は売れて、うん、ちょっと高いんですけど、正常ですよ。そう、うわ、いや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 、なんかベンツだもん。だいぶ汚れてるけどね、このベンツね、ほこりかぶって、うん、だから昔はみんな田園調布住むかですね、成城あたりに住むか、お金持ちや有名人は。そうでしょ、ステータスでね。ステータスですよね。だからさっき撮った岡本なんてまだ何にもなかったからね、成城で収納しきれなくなって、はい、多分向こうを開拓したんじゃない。 あそこだって、そういうこと、畑だとかいっぱいあったもん。あ、そういうことですか、うん、だと思う。で、近いし、うん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 、まあ不便って言えば不便だけど、バスしか通ってないからね。そうですよね、だいたい不便なとこちょっと高級住宅地ですよね。うん、まあ電車に乗らないんだね。電車乗らないんで、みんな分からないんで、あの芦屋で言ったら六六荘、六六荘、山の上の方で、うん、無双お金持ちばっかり飲んで、住んで、うん、バスとかも通ってないんでしょ。バスなんか乗る人、コミュニティバスとか通ってんの通ってんのか。六六荘住んだことないけどな俺、お金持ちのもう芦屋は。でここも、はい、ここもう信号1個先がもう成城学園の、成城学園小田急線のね、はいはい、昔はここ地上を走ってたんですよ、電車が。あ、そうだ、踏切だったので、ここは混むのよ、小田急線ひっきりなしに通るから。はい、でこれは全部地下入っちゃったから、はい、全然渋滞このなし。これがこの下ですね、これね、うん、ああなるほど、成城学園だから、まあ線路っぽいわ、まっすぐ抜けてるもんここ、うん、そう、ほんとだ、成城学園。そうです、成城な、ドッグホテル、お金持ちの人たちのあのええもんばっかり食って犬があそこに預けに来んねん、みんな、ドッグホテルに。ドッグホテル、俺らより高いホテルかもしれませんで、僕らのたまに安い撮影で行った時のホテルより、うん、こんな成城のドッグホテル。このいつも思うんですけど、あの、はい、ジャノメ寿司ってどこにでもありますね。そこにジャノメ寿司ってあるんですけど、あ、別にチェーン店じゃないですけど、ね、ジャノメ寿司とかさ、うーん、同じような名前の寿司屋っていっぱいあるじゃないですか。恋寿司ってのもいかない？恋寿司はそうでもない。うん、ジャノメ寿司。ジャノメ。何寿司？なんかいっぱい。うん、同じような名前のね、寿司屋ね。そうね、うん、蕎麦屋で増田屋とか。そうそうそう、サラ、まあ、サラシナは、サラシナはグループなんでしょ、サラシナ蕎麦っていう意味なんですよ。そう、あそこの麻布10番とかの辺に本店が、うんうん、はい、肩こるわこれ撮影横乗ってる方がものすごい肩こりますよ。俺ずっと今日文句ばっかり言ってるな。結構ね、結構それこれ、あれさん申し訳ない、次回もう頑張りますよ。じゃんけんしよう、次回。あ、じゃんけんでね、じゃんけんしましょう。だからこっちやりたくないってことでしょ、基本的に。俺も新井さんも、いや俺は別にもう慣れたから。何回、え、もう3回目、新井さんで3回やってますよ。ああ、僕初めてですもん、これもう3回やればもう全然なんでもない、カメラワークなんでもない。これをね、はい、だから次行くとこはさ、はいはい、その国際的、はい、大スターの、国際的大スターの、もう今は亡き人ですよ、はいはい、そういう撮影所、撮影所の撮影所があったんですか。自分で、はい、経営っていうか、ちゃんと持ち物、その人の個人の持ち物、個人の持ち物で、それ撮影、映画を撮るってことですか。映画、テレビ映画も撮ってました。だからもうビデオとかの前だよね、ビデオになる前、フィルムで。わかった。え、捕まったことのある人ですか。いや、
あの人は多分撮影所は持ってなかったと。あ、そうですか。うん、パンツに隠して捕まった人じゃないですね。その人は、はい、あの撮影所を持たないで全部飲んじゃったんじゃない。でも撮影プロダクションは持ってったじゃないですか。自分の、あのね、プロね、勝プロ。勝って言っちゃった。もういいじゃないですか、勝プロはね、プロダクションはね。でも映画は要するにそういうスタジオとかも、ここ今からのとこは、はい、はいはい、知らない、すごいですよ。誰でも知ってる。あ、最近の人は知らない。ほらまた声でも、うん、娘さんいる。あれ過ぎちゃったかな。なんですか。いや、もうちょいだな。もう今撮影所ないんでしょ。撮影所ない、ないんだけど、はい、あと、なんとなくわかる。あのね、マンションになっちゃってんの。へー、ちょっと待って、あ、ここら辺だ。間違いない。ね、はい、マーケットですよ。マーケットがありますね。ヤオコありますよ、ヤオコ。ちょっと待って。これ？この間俺こっちに来た時に、あ、あ、これだ。ちょっと待って。はい、止めます、止めます。はい、はい。このホテル。これ読める？あの、え？あのローマ字。ま、え？M-I。三船？うん。あ、三船シアター。コー LTD だ。シアターあれ。シアターじゃない？じゃあ、三船プロダクションじゃないか。本当だ、プロダクションだ。三船プロダクションだよね。あ、あっち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 、向こうで見る。三船プロダクションズ CO CO-LT。 え、これマンションなんですか。ではこれでもマンション、ここは、はい、全部この辺三船プロっていう、はい、だから昔で言えば関東でやってた、関東だけかな、大江戸捜査網っていうね、はい、時代劇があって、はい、三船さんも出てたんだけど、はい、それの撮影をしたりとか、三船プロで結構テレビやってましたね。ドラマの撮影、時代劇ばっかりだけどね、はいはい。でここが本拠地で、で三船さんはご存命の時は、はい、ここが撮影所だった時は、はい、この周りを毎朝、はい、掃除してました、社長本人が。ここに撮影所があったんでしょ。ここに撮影所、スタジオはだから1個ぐらいでしょ。だから撮影するところは、でもこれ2つあった、あの撮影所、多分スタジオは。で前がやっぱり、お、今あのこういうパン屋さん、神戸レストランですけど、うん、ここが、オープンセット、時代劇の。だから家、時代劇の家並みがあったりとか、長屋のオープンセットがあったんだ。え、これなんでプロダクション、これ三船プロダクションなんですか、ここは。だから今でもプロダクションあるんじゃない。あのね、 Google の地図見ても三船プロダクションって出てくる。だから権利関係とかもあるから、まだこのマンション内に残って、マンション建てて、うん、今マンションであれをやってるんでしょうね。そう、だから三船なんとかこういう、ま、名前のマンションなんだよね。すごいな、三船だ、本当だ、うん、懐かしいんですよ。これはこれはこれ、また久保瑠璃子、新井さん何でも知ってるって見ながら言ってますよ。へえ、これ知らんかった。三船プロ、三船プロ、あそこ三船プロだわ。三船、なんかこの辺ぐらいは、ここも三船だもん、うん、ここまでだわ。だから撮影所があったぐらいだから、でっかいのに敷地は。はあ、ここは多分知る人ぞ知るだと思う。いや、僕知らんかった。世界の三船が。世界の三船。そうです。ここにも通いました。え、ここ撮影来たことあるんですか。ある。だから大江戸捜査網に出演した時に。はい。大江戸捜査網ゲストですか。ゲストです。ゲストです。南條浩二さんっていう役者さんとか、はい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 、あと片瀬里乃さん。片瀬さん、はい。よく家の近所のスーパーでお手ドキドキしたわ。うん、色っぽくて